皆さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。はい、今日は1月8日、昨日は七草がゆでした。はいね、今日は8日ですけどもね、今日も朝早くからね、起きたら6時前に5時半頃起きたら、マイナス4度ぐらいの、ね、気温で外のね水道を見に行ったら凍っておりました。つららになっててね、まあ、寒いなと思いながら朝を迎えさせていただきましたけども、まあ新しい年を迎えてもう8日が経ちました。早いです ね。本当に今、今大変な世の中です、ね。まあ、向こうの関東の方ではね、まあ、緊急事態宣言が出て、ね、大変なことになっております。まあ、この大阪、兵庫、京都も、まあ、これから陽性が出るんじゃないかなとは思います。今日あたりに政府に言うっていうことは伝えるっていうことは言ってましたけどもね、その中、まあ、私たちは元気にね、感染対策をしながら過ごさせていただきましょう。はい、よろしいですか。この間産経新聞を見てましたらね、産経省にいい記事だなと思ってコピーしたんですけどもね、皆さん知ってますかね、この俳優さん、あんまり、まあ、表には出ないんですけども、福本清三さんっていう方、知ってます？時代劇でよく切られ役の有名な方なんですね。この指ぞりってこう切られてね、そういう感じで、まあ、ラストサムライ、あれにも出た方なんですけども、その方が年明けてから1日の日だったかな、お亡くなりになったんですね。70何歳、ちょっと忘れたんですけどもね、まあ、この方が人生5万回切られた男っていうことで、5万回、ね、役者になって5万回ずっとね切られて切られてね、本当に脇役のね、その役を徹してきた男の人ですけどね、俳優さんですけども、そのことがねここに書いてありましたので、ちょっと読ませていただきたいと思います。故三船敏郎さんは戦後すぐに東宝撮影所の門を叩いた時、カメラマン助手を希望していた。俳優になったのは手違いからだ。昨日途方が届いた福本清三さんも役者になる気はなかった。中学卒業後、京都市内の米屋でリッチ奉公していた時、仕事に嫌気がさして紹介されたのが東映撮影所だった。15歳の少年は何をするところかわからないまま、昭和33年に大部屋に入る。 そもそも芸名からしていい加減だ。本名は橋本だが、同性の先輩に名前を変えろと言われた。とっさに思いついたのが一文字入れ替えただけの福本である。大部屋仲間だった故川谷拓三さんは後にスターになるが、福本さんはそんな野心はない。通行人から死体まで時代劇の橋役を何でもこなしているうちに、キラレ役を極めようと心に決めた。倒れ方や死に方に工夫を重ねて、年月を重ねていくうちに、気づけばファンクラブまでできていた。60歳の定年を前に出した自伝、どこかで誰かが見ていてくれるが役者人生の集大成となるはずだった。やはり見ていた人がいたのである。いつの間にか福本さんの資料が米国に渡り、トム・クルーズさんの主演のラストサムライでハリウッドデビューを果たす。福本さんは当時、神様からのプレゼントと表現していた。
実は日本一の斬られ役にはもう一つ用意されていた主演映画の企画にありまへんと何度も断ったが、制作側の熱意を押し切られ、うずまさライムライン、ライムライトでは新人女優の盾の稽古をつける大部屋俳優というまさにハマり役だった。福本さんの18番である海老反りで切られるシーンもあった。幸せな役者人生としか言いようがない、こんなね、文章があったんですね。本当にこの福本さんね、顔見たらわかると思います。顔見たら、こんな方がいたなっていう感じでね、顔見たらわかるんですけども、本当に東映撮影所、大部屋ってね、まあ、私も大部屋ってどういうところなのかなと調べてみたら、まあ、そういう脇役のね人たちが入る場所、ね、まあ一流のね俳優さんだったら一人一人ねここの部屋があるけども、そういう脇役さんはこういう大きな部屋にもう詰められて、仕切りもなくそこで、ね、化粧したり衣装を着替えたりっていう感じでね、そういう大きな部屋でね過ごされたっていうことなんですね。でまあ、本当にその嫌いで役を極めようということでね、いろんな勉強されたそうです、ね、極めていくうちにその姿を見ている人がいたと、ね、そして、まあ、ラストサムライ、ね、この姫路でも撮影がありました、ね、トム・クルーズさんのねラストサムライに出れたということは本当にその素晴らしいなと、ここに願い今言いました、神様からのプレゼントですと、当時の、撮影したねインタビューされたのを動画を見たら本当にその通り言っておりましてね、まあ見てる人は見てるんだなと、私たちも本当にこの人が見てるからあの人が見てるから一生懸命やろうじゃなくて、見てなくても一生懸命させてもらったらどこかで誰かしらが見ていてくれるし、もっと言えば神様や守護神様はしっかりと私たちをね見て、その道をねちゃんとつけてくれるんだなということをねこう思います。よろしいですか、はい、ね、本当にこの方の、ね、福本さんのその人生というのは大変だったと思います、ね、15歳からねそんな撮影所に入って、ね、その役者のね人生をずっと歩んでいくうちにいつの間にかファンクラブまでできていたっていうことなんですよね。本当に、ね、気づけばファンクラブができていたっていうことは、誰かしらがファンクラブを立ち上げて、本当に、ね、この方の、ね、その演技というかその迫力というかそういうものを見てね認めてくださったんだろうなと思うんですね。もう一つのね神戸新聞にも出てたんですよ。同じようにこの日にちょうど出てたんですよね。そちらの方にも同じようなことが書いてありましてね、本当にただ切られるのは簡単だと、ね、ただ言ってね、あ自分は切られるんだっていう思いで行くのと、ね、この人を倒そうと思って、ね、切ってやるぞっていう思いで行って切られるのと違うと、そういう勢いで行かなければ本当に切られるそのシーンというかね、本当に切られたような姿にならない、死人の役にもならないということでね、そんなことを書かれておりましたけども、本当にその通りだなと、その一つ一つに、ね、思いを込めて私たちもさせていただくことが大切だなと思います。よろしいですか、はい、まあ、今日も一日、寒いですけども元気に過ごさせていただいて、ね、本当に神様、守護神様はしっかりと私たちのことを見てくださいますから、ね、どこで誰が見てるか分かりません。だけどもコツ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 させていただくことによってまた道が開けていくし、その道を歩むことができますから、皆さん元気よく、しっかりと歩ましていただきましょう。よろしいですか、はい、ありがとうございます。